5試合ぶりの勝利を狙う FC 岐阜。ホームに2連敗中の京都サンガ FC を迎えての一戦。互いにフォーメーションを変えて臨んだ試合は後半に動きます。62分、岐阜はサントスのクロスから難波が今シーズン7ゴール目を決めて先制します。さらに岐阜は73分、増山のクロスからナザリト、難波に続きシーズン7ゴール目で追加点。一方京都は試合終了間際、途中出場の宮吉が競ったボールを有田、今シーズン初ゴールを決め京都が1点を返しますが、2対1で試合終了。敗れた京都は3連敗、岐阜は5試合ぶりの勝ち点3を手にしました。